はい、それでは、えー、分子生物学1第10回遺伝情報の保存と DNA の複製について、えー、岩下の方からお話をしていきたいと思いますまずはですね、えー、と前回の課題ですね以下の課題について200字程度で記述せよということで、えー、DNA が半保存的に複製されることが明らかになった実験について記せ DNA が半保存的に複製される理由について考えられることを記せ。不連続 DNA 複製はなぜ必要であるのかについて記せ。RNA ウイルスの複製の特徴について記せ。ということで、こういった課題が出ていました。はい。そして、今回の課題です。以下の課題について200字程度で記述せよ。ということで、来週は DNA の変異修復についてお話ししますので、突然変異と環境変異の違いについて記せ。 突然変異の要因である変異源について記るせ。テロメラーゼの活性について記せ。変異を修復する方法について記せ。という、これらの課題について、200字程度で記述してください。というわけで、早速講義の方に入っていきたいと思います。まずですね、今回遺伝情報の保存と DNA の複製ということですので、まず遺伝情報について簡単にこうおさらいしていきます。 そしてその後に DNA 複製について詳しくお話ししていきたいと思います。タンパク質の合成ですね。タンパク質を合成するステップは翻訳ですが、皆さんもご存知の通り翻訳ですが、メッセンジャー RNA の情報をタンパク質に変換することです。非常に簡単に、簡単なところからご説明していきます。メッセンジャー RNA っていうのはですね、アミノ酸配列の情報を持っています。 DNA は、まあ、まこういった二重らせんを描く核酸です。ここから転写されてメッセンジャー RNA がこう出てきてきます。1本差ですね。ここまでは核酸なのですが、これがメッセンジャー RNA が翻訳されてタンパク質になります。こういったこう、えー、鶏肉ですかね。こういったものが出てますけど、こういうのがまあアミノ酸でできています。アミノ酸での連なったものがこうタンパク質になります。 この翻訳のところですが原核生物と真核生物では違いがあります原核生物っていうのは角膜がない生物のことで私たち人間とか真核生物は角膜に包まれた核を持っている生物になりますこの2つでは翻訳の様子が違います原核生物のメッセンジャー RNA ではですね、えー、と1つのメッセンジャー RNA がいくつもタンパク質が高度されていて タンパク質 ABC といったような違うタンパク質が1本のメッセンジャー RNA からできるという違いがあります。それに対して、真核生物、私たちのような真核生物では、成熟メッセンジャー RNA、成熟っていうのがついているということは、未成熟なメッセンジャー RNA もあるということですね。これをあの未成熟なものから成熟したメッセンジャー RNA になるとですね、5ダッシュ側にキャップ構造というのができて、非翻訳領域というのもあって、 まあこの辺はえまた後で出てくると思いますがえここにえ1本だけタンパク質がコードされていますそしてお尻のところには AAAA という A がいくつも連なったポリエーサと言われるものがくっついていますこのポリエーサも結構あの翻訳のところで翻訳の効率などで重要な働きをしていますこのように原核生物ではたくさんのタンパク質が1本のメッセンジアレネからできる真核生物の方では1本のメッセンジアレネからは 一方のタンパク質しかできないという違いがあります。で翻訳とはということで、AGCU という4種類の塩基からなるメッセンジャーレの塩基配列の情報をもとに、2種類のアミノ酸を指定された順番に結合して、タンパク質を合成する反応です。DNA ではこう AGCT ですね。で、えー、この核酸からアミノ酸。 N 情報伝達の中立ちをするのがこのメッセンジャー RNA です。先ほどの前のスライドでこう U というのが出てきましたけど、これウラシルですね。T、チミンの代わりにこうウラシルが RNA では使われています。このような形でこう情報伝達がされていきまして、まあ、これが遺伝情報ですね。そしてメッセンジャー RNA をもとにして、この3つ組の塩基配列に対応して、アダプタートランスファー RNA というのがアミノ酸を連れてきます。 AUG だなというのを認識してですね、それにぴったり合う、えー、アミノ酸あ、えーっと、ぴったり合う塩基配列に追合するこのアダプター・トランスファレネート、ね、の音がやってきて、そしてこのメチオニンなどいろんなアミノ酸をこう対応するアミノ酸をくっつけていくという流れになります。そのアミノ酸をさらに結合させることで、タンパク質が出来上がってきます。こういうのがまあ遺伝情報ですね。 このタンパク質っていうのは皆さんご存知の通りリボソームで合成されます。リボソームっていうのはこんな感じで雪がるまみたいな形してますね。大きいのとちっちゃいのが、えー、くっついた形になっています。このリボソームっていうのがタンパク質を作る工場なんですが、これが、えー、この小胞体という構造にくっつきます。そうするとこうブツブツして、えー、粗い目みたいに見えるので粗面小胞体というふうに言われます。 この中にタンパク質が、えー、作ったタンパク質が入れられてそして、えー、ゴル自体消っていうんですがこれに入れられて消耗、えー、の形でゴル自体に運ばれていろいろしタンパク質が就職をされて、えーまあ、放出されたりあるいは中で使われたりしますこの成熟メッセンジャーアレというのは核から細胞質へ移動します核、まあの中に、えー ゲノム D にありますので、そちらからメッセンジャー RNA が転写されて、この角膜孔という穴を通って外に出てきます。で、細胞質でリボソームと出会って、先ほど出てきたトランスファー RNA ですね。こういったものがこうやってきて、アミノ酸を連れてきます。というわけで、翻訳にはですね、このメッセンジャー RNA というのと、トランスファー RNA、そしてリボソームの中にもそれを作る RNA というのがありますので、 これリボソマル RNA って言うんですが、こういった RNA が関係しています。そしてこう遺伝情報ということでですね、先ほどちょっと出てきましたけれども、3つ組の塩基配列で遺伝情報が高騰されています。これ遺伝暗号と言い,いまして、メッセンジャー RNA の3個のヌクロチュールの配列が1個のアミノ酸や翻訳の開始、終結のシグナル情報を決定しています。 このように AUG、これもスタートコードですけれども、こういったものは、があると最初にこう、メッシュオンがくっつけられるというものになります。これメチュオニンは後で切り取られたりすることがあります。これ遺伝暗号表ですね。教科書とかで見たことがあると思います。こう、UUU とかいう3つの並びであれば、こう、フェニルアラニン、ちょっと見にくいですけど、フェニルアラニンというアミノ酸がやってきます。 それに対して、こう、u, c, u とかだと、こう、セリンになります。こういった形でですね、えー、これ三つ組の遺伝暗号というのがですね、あの、コドンというのがですね、アミノさんの、えー、何を指定しているかというのを、えー、全部決めています。これ一つ一つですね、あの、例えば、u, u, u とかいうあ、あの、RNA を合成して、それを、えー、 それにタンパク質を作らせてですね、一体何どんなアミノ酸ができてくるかなとかいうのを一つ一つ調べていって、こういった遺伝暗号表というのが作られています。そしてこの中には、スタートコドンであるメチオニン AUG ですね。そして UAA とか UAG といったこう停止コドン。ここで翻訳を終わるよというのを示すこの翻訳、あの終止コドンというのもあります。 このような形で遺伝暗号表という形で遺伝情報が保存されています。で、コドンの読み方ですね。えーまあ、これ A から読み始めれば、やっぱり先ほどお話ししたメチオニンから始まって、ロイシン、アルギン、グリシンといったものが、アミオがこが順番にくっついていきます。これ一つずれてしまうとですね、えー、全然違うシステインとか、そういったものがくっついてしまいます。 こうなるとよく突然変異でこういうことが起きるんですけれども、これた場合は大抵、こういったタンパク質、間違ったタンパク質は分解されます。そして AUG から UAA、さっき出てきた止子子ンですね、止子ドン、そういったところまでをオープンリーディングフレーム、ORF と呼びまして、ここでアミノ酸をコードされている、これが遺伝情報です。そして、A えー、先ほど出てきました、えー、この遺伝情報にですね、コドンに合う、えー、アミノ酸を連れてくるのがこのアミノアシルトランスファーアレネというものになります。こんな形をしてまして、アンチコドンという部分があります。これがこうぴったりこう、追合するということで、えー、これに対応したアミノ酸を連れてくることができます。そしてですね、まあ、こう揺らぎっていうのがありまして、 CUU でも CUC でも、えー、こういった同じアミノ酸を、えー、連れてくることができるということで,です、ね、先ほどのコドン表で見ると同じアミノ酸がちょっと違う塩基配列でも指定されていることがいっぱいありましたよね。このようにです、ね、大抵第 3, 第3番目の塩基なんですがこの辺が少し変わっていても同じアミノ酸が、えー、やってくることができると。 ということで、少し揺らぎというか余裕があるわけですね。揺らぎがあるということが分かっています。こういった遺伝暗号と呼ばれるものですが、この遺伝暗号というのは、つまり AUG がメチオニンとか、えー、何が、どういった塩基配列が何のアミノ酸を指定しているかという、これが、えー、遺伝暗号ですが、これの普遍性ということでですね、これ遺伝暗号は大腸菌から人まで全ての生物で共通しています。 つまり進化のです、ね、非常に極めて初期の段階でこドンとア皆さんの対応は保存されたと確立されたということが分かります大腸菌みたいな全然違う生き物でも人も同じこれ遺伝暗号を使っているんですねそしてちょっとここでトランスファー RNA の構造ですこれでアンチコドンというのがありましてここで 先ほどの3つ組の塩基配列に配用するものがあります。そしてこのサンダッシュマッターの方にアミノ酸がくっついています。こんな感じでですね、まあ、クローバーみたいな形をしています。そして、えー、これメッセンジャー RNA がこの青い線ですが、そこにこうリボソームがくっついて、そしてその他に今前のスライドで出てきたアミノアシェルトランスファー RNA というのがこう 入ってきて、アミオ酸を連結していきます。このひ、実際はですね、一つのメッセンジャー RNA に一個だけリボソームがくっついて、タンパク質を作ってるわけじゃなくて、一つのメッセンジャー RNA に複数のリボソームが結合して、どんどんタンパク質合成が進みます。うん、つまり、こう、一本のメッセンジャー RNA の上をですね、リボソームがどん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 こう、まあ、動くように見えるんですが、動いていって、タンパク質を、こう、どんどん合成していくという流れになります。 えっと来週、ですねあの、また詳しく説明しますけど、突然変異が起きた場合どうなるかというと、突然変異が起きると、タンパク質の合成は変わってきてしまいます。というのは、例えばこれ、正常ベータグロビンの塩基配列ですが、ですね、この釜状赤血球心血患者のベータグロビンというのは、この1個だけ、この A という塩基が T に変わっています。変わっちゃうとです、ねえー、グルタミン酸だったのがバリンに変わると。 こういった形でですね、致命的なところに、致命的というか重要なところに変異が入ってしまうと、タンパク質の構造も変わってきてしまいます。ですから、遺伝情報を正確に伝えるというのは重要です。この釜状赤血球に関しては、ちょっとマラリアなどの関係で有利な点もあるので、アフリカの方では 残っている遺伝子にになりまますすこののタンパク質の翻訳後に就職を受けます、まあ、代表的な例がペプチドさんの切断ですね。イネマッタの切断、シグナルペプチドの切断、まあ、どこに行くかっていうのを決めたりするシグナルペプチドのところ、いらなくなったら切断する、そして全く体タンパク質と切断して成熟させるなどです。さらにこうアミノ酸即差の化学就職ということで、 糖ウの負か、リン酸か、アセチル化といったものが起きます。こうすることで,です、ね、まあ、これ全体タンパク質の切断ですが、例えば、代表的な例としてインスリン全体がありますね。こういった長い、あの先ほどのメッセンジャー RNA からできてきた長いこのアミノ酸がくるっとこう回って、ここで結合して、ですねそしてちょきちょきとこの黒い部分が切り取られます。 全体が切断されて初めて働けるような形になるということでこのように切断によってちゃんと働けるタンパク質ができてくるようになります。で働けるようにタンパク質はそれが実際に機能する部位に移行します、つまり、あ、移動します。核から出てきて消耗、まあ、体とかでタンパク質が入れられる作られて入れられるんですがそれがまた ですね、細胞内小器官、ミトコンドリアなどです、ね、に移動したり、核内部に行ったり、細胞質にとどまったり、細胞外に行ったり、あるいは細胞膜に結合したり、いろんなところで、まあ、実際働く部位というのはタンパク質によって違いますので、そこに運ばれていきます。これはシグナルペプチドというのがタンパク質にくっついてまして、それの配列により、2、まあ、札みたいなもんですね、その配列によって移行場所が決まっているという流れになります。 で、このようにですね、タンパク質はいろんな細部内小器官など必要な場所に運ばれるんですが、それは商法輸送という形で運ばれます。この小胞体から出てきたこれですね、こういったような商法と言われるものに中にタンパク質入ってまして、それによってこう、いろんな場所に運ばれていきます。商法輸送というのはですね、小胞体から出荷して運ばれていって、ゴール自体で就職されて、まあ、細胞外に放出されるものであれば細胞外まであって、 細胞膜のここまでいって、えー、ようやく、えー、タンパク質がきちんと、えー、機能するということで、これが、まあ、遺伝情報ですね。ということになります。でまとめです、えー。メッセンジャー RNA 延期アレの情報をもとにタンパク質を合成する反応を翻訳と言います。翻訳にはです、ね、メッセンジャー RNA とトランスファー RNA、リボソムの RNA の3種類の RNA があわります。 メッセンジャーレネは三塩基からなるコドンに対応して1つのアミノ酸が指定されます。コドンに対応したアミノアシルトランスファーレネ、クローバーみたいな形でしたあれですね。これがリボソーム上で原設し、ペポチド結合が形成されて、合成されたタンパク質が合成されますで。合成されたタンパク質は就職を受けて、機能を持つ成熟タンパク質となりますで。タンパク質は適切な場所に運ばれていって、そこで初めて機能します。 でこういった遺伝情報ですね。こういった遺伝情報の保存ということで DNA の中に今の遺伝情報が含まれているということをお話ししましたけれどもこの DNA の複製についてお話ししていきます。これ、子犬が映ってますけど生物にとってはこう犬から、まあ、犬が生まれる猫からも猫が生まれると当たり前ですけどもこれ遺伝情報というのが変わってしまうとですね、犬から全然違う生き物が生まれてしまうとかいうことにもなりかねませんので 生物にとってゲノム DNA を正確に複製して子供に伝えていく子供というかあるいは娘細胞の方に伝えていくということは大変重要ですで遺伝情報の流れと遺伝情報の保存です、ま、ず簡単に書いた模式図ですがこういった DNA から先ほど話した RNA そしてタンパク質というのが転写や翻訳によって作られますそして この DNA というのは細胞分裂にあたって複製を受けます。DNA の複製は DNA 二重螺旋をもとにして同じ DNA 二重螺旋を合成することです。DNA を合成する酵素は DNA ポリメラーゼです。この DNA 複製は細胞分裂の前に起きます。 細胞分裂の前に DNA が2倍に複製されてそして2つの娘細胞に分かれていくということで娘細胞でも同じ量の親と同じ量の DNA が入っているということになりますこの写真でいうと青く光っているのが DNA で緑ののがこの2つの DNA を両端に引っ張って分けようとしている微小管マイクロチューブルになりますこんな感じで細胞分裂の前に複製されて 両側に2つの細胞に引き剥がされて中に入っていくという形になります。でこの DNA の複製、そして先ほど出てきた転写ですけれども、この複製と転写にはちょっと違いがあります。この複製というのはこのゲノム DNA の全体で起きます。一部だけ複製するということはありません。それに対して転写はです、ね、ゲノム DNA の一部だけを使います。 このようにですね、ちょこちょこちょことゲノム DNA の中のほんの一部分に、えー、遺伝情報というのが書き込まれてまして、そこを元にしてメッセンジャー RNA ができます。この DNA はですね、半保存的に複製されます。まあ、これは有名ですよね。半保存的複製って何かっていうと、この2本ある、えー、DNA さん、二重ラせん描いてますから、こう2本あるわけですね。それのうち、 1>, 1本あの親の DNA が子供にも受け継がれてそしてそれを元にして新しい DNA が1本作られるとこれが半保存的複製です親の DNA がです、ね、そのままこう1本だけ来てますから半分保存的ということになりますそれに対してまあ保存的複製っていうのは何かなっていうとこういう親の DNA というのが1つの娘細胞にそのまま行って もう片方の細胞には全く新しい遺伝子が DNA が行くと、作られたものが行くという形です。これがまあ保存的複製というものですけれども、こういった形は取らずに実際にこの反保存的複製というのを取っています。これを見つけたのがですね、はっきり示したのがメッセルソンスタールの実験になります。こ反保存的複製の証明ですね。これ 窒素14と窒素15というのをですね、含む倍値で、こう、大腸菌を増やして、えー、この窒素15を含む倍値で大腸菌を増やせば、DNA に含まれる、えー、重い比重の DNA というのが、ここに一本だけ出てきます。で、それをですね、あの、うん、この窒素14という軽い窒素を含んだ倍値で、えー、分裂させるとですね、今度は一回分裂させると、この、 N15 と N14 の中間の比重の DNA が出てくる。一回複製した DNA の全てが中間型になるということでですね、これが半保存的複製の証明になったということになります。これ何回も分裂させていけば、どん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 こう窒素14だけの軽い比重の DNA だけができていきます。これもし保存的複製であればですね、N15 のところと、N14 のところと、この2つ DNA ができてくるはずですが、 実際にはこ全部中間型のものができてきましたのであ、つまりこの2つの窒素が混じった形の半保存的 DNA ができているんだなということで、半保存的複製が行われているということの証明になりました。というわけで、半保存的複製というのは DNA2 本差のそれぞれの1本の鎖が異、e、型となり、それぞれに双方的な新しい1本差が合成されて、モットと同じ2本差 DNA が。 2本形成されることを言います。この時形成された娘2本差 DNA は親の鎖1本と新しく合成された鎖1本からできています。これがですね、幻覚細胞での DNA の複製の様子になります。このようにですね、幻覚細胞の DNA ってこういう輪っか状輪ゴムみたいな形してますが、1箇所だけ複製起点、折りっていうのがあります。でここから複製が、 DNA の複製がこう両方向に進みます。そうすると、えー、こういう、えー、何ですかね、メガネ型、シータ型と思いますが、こんな形が見えてきて、そしてどんどんどんこの DNA の複製が進んでいくと、2本の DNA ができてくるということになります。このように1つの複製起点があるというのが特徴です。それに対して私たち、真核細胞、DNA の複製起点とはですね、複数あります。何しろこう、真核生物の方が長いもんですから、 一箇所だけ起点があっても、えー、すごく時間がかかってしまって、なかなか複製がうまくいきません。そこでですね、まあ、この線状の DNA をしているという特徴もありまして、複数の複製起点があって、それぞれがこう、やっぱり両方向に DNA を複製していきます。この複製している、実際に複製しているところというのは複製フォークというふうに言います。これがこう、どん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 こう複製されていって、中間付近でぶつかるとですね、融合して、 こんなふうに大きな形になります。でこの DNA を複製するためには、日本作 DNA というのを開く必要があります。この複製開始のためには複数の因子が働くということでですね、トポイソムラーゼや DNAA、B、C などのタンパク質が働きます。こういったものはですね、この DNA を開いて、 そして、それぞれで合成できるように、そこにくっついて DNA を実際に合成させることができるようにするタンパク質になります。こういった複数の因子が働いて、2本差 DNA をこう1本差に1部分だけこう開いて複製するというふうにしています。 この DNA を複製するのが DNA ポリメラーゼです。これ先ほどお話し,しましたが、この特徴としてはですね、DNA さを5ダッシュから3ダッシュ方向にだけ合成するというのがあります。そして、異型と双方的にはヌクレオチドを重合する。反応機質には ATP、GTP、CTP、t t p を使用するというのがあります。そして、大きな点がプライマーを必要とするということになります。 このプライマーって何ということですが、この DNA ポリメラーゼは、このプライマーと言われる短いこう塩基ですね、塩基配列。これの後ろにどんどんこう塩基をこうくっつけていくということができます。ただ何もないところにですね、いきなり TTP をこうくっつけるとか、いうことはできないんですね。まずはこの RNA プライマーというのがですね、プライマーゼという構想によって作られまして、それによってこうプライマーというのが こうに合成されます。そうするとですね、DNA ポリメラーゼというのはこうやってきたら、これの後ろの方に TTP とか ATP とかをくっつけていくということで複製をすることができます。あとでこのプライマーというのは除かれます。この DNA ポリメラーゼ、DNA 合成する酵素ですが、これには何種類かあります。大腸菌だと DNA ポリメラーゼ1,2,3といった3種類ですね。そして、こう、真核生物では DNA ポリメラーゼ、アルファ、ベータ、ガンマなど5種類あります。また、ポリメラーゼ活性とですね、3ダッシュから5ダッシュのエキスノクレアゼ活性というのもあります。これはなんか間違った塩基をくっつけちゃったりしたときにポンと取り除くという活性になります。そして、この DNA ポリメラーゼというのは構成機構というのを持ちます。DNA ポリメラーゼが遺伝子、塩基配列に沿って DNA をどんどん複製していきます。 しかし、間違った取り込みをすることがあります。G であれば、C を入れなきゃいけないのに間違ってチンを入れちゃったということになると、この間違いを検出して、ピカッとこの D にポリメラーゼ停止します。そして、先ほど出てきた、このエキソヌクレアゼ活性ですね。でによってヌクレオチドをポンと除去します。これ必要な部分も一緒にこう覗いちゃうんですね。ちょっと多めに覗きます。 そして、正しかった部分を除いちゃいます。そして、またさらにそこから合成を再開するということでですね、間違った取り込み、間違った遺伝情報を伝えていくのを防ぐ仕組みが備わっています。DNA ポリメラージュの間違う確率というのは、こう16、10の6乗個、DNA 延期をこうくっつけていくと1回起きるというふうに言われています。しかし、細胞の最終的な間違い確率は、この10の2乗分、 100分の1まで間違いが減ります。ということは、ですね DNA ポリメラーゼが構成機構を持っているので、100分の1まで減らせることができるということがわかります。実際にこう複製フォーク、先ほど出てきましたけれども、実際に複製をしているところ、複製フォークでの DNA の構成の様子を示した模式図になります。これ複製フォークはですねどんどんこっち側に進行していきます。 この黄色で示したのが DNA ポリメラーゼでして、プライマーの後ろに DNA をどんどんくっつけていきます。DNA がですね、2種類あって、この5ダッシュ側から伸びていくのが、ですねこれがリーディングサと呼ばれる鎖になります。二重らせん DNA 描いてますから、そ,のそれぞれ1本から複製して、もう1本の DNA ができてくるんですけども、これ反対側はですね、 ここにプライマーがくっつきます DNA ポリマラジというのは5ダッシュから3ダッシュ方向にしか合成することができませんそこでまあこの反対側の方にプライマーがくっついて合成するという形になるんですがこちら反対側の方というラギングさというのになりますですね この岡崎フラグメントと不連続複製ということでですね、この先ほど出てきたリーディング差というのは、プライマー5ダッシュから3ダッシュ方向に DNA をどん,どんどんどん合成していくというだけですから、まあ非常に単純です。ただこのラギング差の方はですね、こっちと同じようにですね、この開いていったところからプライマーくっつけてこっちに DNA 複製しようとすると、3ダッシュから5ダッシュ方向に DNA を合成していかなきゃいけないということになって、それは DNA ポリメラルズにはできません。そこで一体どうやってるのかなというのはずいぶん長いこと謎でした。でもこの岡崎さんという方がですね、これどうやってるのかを見つけ出しました。これがですね、岡崎フラグメントと呼ばれるフラグメントを使った方法になります。こう、プライマーをですね、こう、こっちの方に。 くっつけるって5ダッシュから3ダッシュ方向の短いプライマーをくっつけてそして短い DNA の複製をしますそしてこの先でもです、ね、まだ別のプライマーをつけて,てそして DNA を複製していきますこのようにこう短いフラグメント状の DNA を複製してそれを後でこうくっつけるとプライマー部分を除いてしまって後でくっつけるというちょっと、えー、複雑な、えー、不連続複製と呼ばれる複製の方法を ラギングサーの方ではしていいるということを見つけいたしましまこのようにこう岡崎フラグメントで複製しているというのが大変重要なところです。この複製フォークではです、ね、いろんな因子が働いている、タンパク質が働いているというお話を先ほどしましたけれども、ちょっと詳しくお話ししますと、まずヘリカーゼというのがあります。このヘリカーゼというのが DNA2 本差を1本差ずつに分けます。そして リーディングサーの方では、こう、DNA ポリメーズが合成していくだけですが、このように、こう、プライマーズというのがあって、プライマーを作ります。さらに、こう、一本差 DNA 結合タンパク質 SSB というのが、こう、一本差の DNA がくっつきます。これがないとですね、すぐ DNA がこう、またくっついちゃうものですから、くっつかない、すぐくっつかないように開けたままにしておくというタンパク質なども働いています。こういったものも働いて、ラギングサーやリーディングサーができています。 心核生物の DNA の複製と細胞周期ということで、細胞周期っていうのが細胞が分裂する周期のことですね。これ図で示したものです。まず M 期っていうのが今お話ししてきた分裂期でして、前期、中期、後期に分かれます。そして G1 期というのと S 期、これが DNA 合成をする時期ですね。S 期、シンセシスの S です。 そして G2 期というお休みの時期があって、分裂の時期、M 期にまた入るという流れを繰り返して、細胞が分裂していきます。この S 期に今お話ししてきた DNA 複製が起きるわけですね。この、S、進化生物 DNA というのは、ヌクレオソーム構造というのをとっています。まあ、人の体の細胞の中のゲノム。一番痛い細胞であれば、こう、精子とか卵子とかですね、そういったものであれば、染色体 DNA23 本です。 そういったものの中の染色体が、えぇ、ほぐしてみると DNA というのがですね、えこの黄緑色で示したヒストンというタンパク質にくっついています。というかくっついているというか巻きついています。やこの巻きついた構造でないと DNA 弱くてプチプチ切れちゃいますので、こういった形で補強されています。こう、ヒストンに DNA が巻きついている、これを一単位でヌくレオう。 と呼んでいますこういう形で DNA は保存されています。このようにですね、真、ま、核、あ、生物の DNA 複製のやり方です。DNA ヒストンの結合がまず緩みます。やっぱりあの今、先ほど黄緑色で示してたヒストンと DNA がくっついたままだと、なかなか DNA 複製うまくいけませんので、結合をこう緩みます。そういった過程で多数のタンパク質に関与します。 そして5種類の DNA ポリメラーズが役割分担していって、大腸菌の DNA 複製にも複雑な調節機構というのがあります。他にですね、ちょっと、あの、他のものはどうなっているのかなというと、アルネウイルスの複製というのもあります。A 型インフルエンザウイルスとかだと、一本差ですね。えー、プラス差、マイナス差というのがあるんですが、プラス差というのが、このまま、えー、アミノ酸に翻訳できるメッセンジャー RNA になります。 こういったものを合成して、タンパク質を合成する。ポリオウイルスの方も1本差、こちらはプラス差ですので、直接タンパク質合成する。HIV もレトロウイルス1本差を2本、えー、持っていますので、それを逆転写して、RNA から DNA にし,して、それ染色体 DNA に組み込んで、まあ、これでこう複製ですね。あのそこでこの染色体 DNA が複製されるときに同じように複製されます。そして RNA、タンパク質を合成することができるようになるという形になります。 まとめです。DNA 二重螺旋をもとにして同じ DNA 二重螺旋を作ることを DNA の複製といいます。DNA 複製には DNA ポリメラーズによる DNA の合成が必要です。この複製は細胞が分裂する前に起きます。DNA は反保存的に複製されます。DNA ポリメラーズというのは DNA 差を5ダッシュから3ダッシュ方向にだけ合成してプライマーを必要とします。複製フォークのラッキング差では、えー、岡崎フラグメントと言われるこう短いフラグメント上のものがによる えー、不連続的な DNA 合成が行われますこういう特徴がありますで、最後にもう1回今回の課題です、えー、以下の課題について200字デーと記述性ということでこの4つの課題について記述してください